クリストファー・ジェームス・ビースは、オーストラリアのサッカー審判員。2002年以降、ユース年代の大会の審判で経験を積み、2005年から A リーグの主審を務める。2011年に国際審判員として登録され、2012年に日本とアイスランドの間で行われた、キリンチャレンジカップなどの試合の審判員を務めた。2015年、日本サッカー協会と、 オーストラリアサッカー連盟の間で行われた審判員交流研修プログラムに参加して、ジャレット・ジレットと共に来日。J1 リーグファーストステージ第8節、川崎フロンターレ対、柏レイソル及び同第9節鹿島アントラーズ対バンフォーレ交付の主審を担当した。2017年4月4日、A リーグで導入された初のビデオアシスタント、レフェリー担当審判の一人に任命された。 2018年1月、中国で開催された AFCU-23 選手権2018の審判の一人に選ばれた。2018年12月5日にアラブ首長国連邦で開催された AFC アジアカップ2019の審判に選出された。ありがとうございます。